次は右のストレートのパンチのドリル。で、右ストレートを打つケースっていろいろあるんだ。相手が打ってきたらバックして、はい、スペースを取ります右のカウンターっていう場合もあります。それから相手が打ってきたらダッキングをして足入れて、そう、右のカウンターもあります。で、パンチが当たって相手がちょっとフラフラと下がってしまう、戻してジャンプしてたら時間がない、そしたらその歩いて、そう、歩きる、はい、ついでにアッパー、ストレート一気に肩のこのバッ、3つバババンと押します。で、相手ここでも諦めずに左フック打ってきたらウィービング、下にしゃがんでこっちサイドに出てなっていう、いろんなケースを無理やり混ぜた。でこのままこれがコンビネーションで使えるんじゃなくて、いろんなケースを勉強できるドリルとして使う。いいですか。じゃあゆっくりやってみようか、はい、バック打つ、歩き打ち、よけて打つ、ウィービングして打つ、よし、始めようか。説明するとめんどくさい、いくぞ、はい、脇締まって、もっと締めて、はいよ、はい、はい、ダッキングしてない、はい、はいよ、はい、しっかりサイド出る、はいよ、はい、よし、もう一回いくぞ、はい、逆向き、バック、もう一丁、バック、よし、今のよかったね、もう一回いくぜ、バック、もう一回いく、頑張れ、バック、よし、OK、